ありながら甘い。このタイミングで植え替えようとしちゃうと根が切れてしまうので、めちゃくちゃ有益情報。皆さん今日はですね、 YouTuber の山田かな子さん、山かなファームさんにゲストでお越しいただいてます。こんにちは、よろしくお願いします。僕がブルヤで、りょうさんです。でですね、今日はあの植物めっちゃ詳しいんですね、山からさん。なんですけど、プルメリアは今回初めてってことなんで、植物がよく分かっている方の初心者目線のプルメリアをどう育てたいのとかっていう疑問がたくさんあるので、はい、それをいっぱい書いてきてもらいました。山からさんはですね、プロの今アナウンサーをやられている方 で、はい、もうとっても滑舌が良くて、聞き取りやすいので、皆さんですね、あの選びながらでも結構ですし、腰にかけていただいて、ゆっくり聞いていただいても結構ですし、ビール飲みながらとか、唐揚げ弁当食べながらですね、話を聞いていただければと思います。じゃあまず、あのプルメリア、今回初めてってことなんですけど、育て方のイメージってどんなんですか？そうですね、ぶっちゃけやっぱり難しいイメージがどうしてもありますよね。はいはい。で実際に今日午前中に来ていただいて、はい、これ見てみます。このね後ろのこれやばいですよね、よさ。これすごいですね。ね、はい、バンバン咲いてるじゃないですか。なんかこれ特別な手入れとかしてるんですか？何もしてないです。何もしてない。本当に何もしてないです。1年に1回根切りを、うん、これ少しするぐらいで、はい、それ以外はもう何も。抜き入りってこれ抜くんですか？はい、棒状のものでこう つついてあげて、はい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 、口底になるべくつくまでこう、うん、2メーター、2メーターちょっとぐらいですかね。2メーターちょっとちょいですね。でも南国だとこれが普通なんですよね。山田さん、東南アジアの方とかで、はい、うん、ご旅行行かれたこととかってありますか？あります、あります、あります、うん、でその時にプルメリアってなんかありました？までね、意識して見てなかったので、うん、ブーゲンビリアとかね、はい、磨けますけれども、だからこういう風にして街中にあるっていうのが羨ましい。なんか咲かせたいし、花は見たいし、好きな花の一つだけど、うん、どうやって育てるのっていうところがずっと疑問だったっていうことみたいですけど、うん、はい、そうですね、でなんか今日は質問をたくさん叶えてきてくださったということで、例えば、まあ、私の好みとしては、はい、冬に屋内に入れるのであればコンパクトであってほしいっていうのと、はい、うん、お手入れは簡単で香りは良くて、うん、花つきが良い。おで花色は、海の次にしようっていうふうにこの場で考えました、うんうん、あ、なるほど、見てて。そうですね、はいはい、うん、じゃとりあえず花色無視で、うん、コンパクトで、丈夫で、丈夫で、はい、花つきが良く、花つき良く、香り良し、香り良し、何でしょう、何でしょう、香り良しが入ってますからね。やっぱりディバインが一番おすすめになるのかな。やっぱディバインってすごい優秀ですよね。まず丈夫、うん、花も香りが良い、うん、たくさん咲く、たくさん咲く、分子もいい、分子もいい、分子もいいです。で、まあ比較的コンパクト。これってもコンパクトですよね。コンパクトです。これよりもコンパクト。サンバリネ。はい。もうディバインってもう10年以上昔の品種？一番最初の品種。ジャングルジャングル。古いけど未だにね。そこにちょうどありますね、ディバインね。目の前ちょっと、ちょっと持ってきましょう。みんな、みんな画面からいなくなるはい、持ってきました。ディバインです。はい、これですね、ディバイン。分子の良さ、コンパクトさ、うん。この枝間で次のお花が咲いて、うん。ここからここで咲いて。そうです、そうです。ここからここで咲いて。そうです。4センチとか12センチとか、はい、で今これ5号鉢なので、うん、5号鉢で日本の気候だと、まあ、30センチぐらいはもう10センチぐらいはかかるかな。でもその先でまたお花が咲いてくれるようっていうもの で、香りもちょっと山川さん、ちょっと香りをスパイシーでありながら甘いっていう。スパイシーであり甘い、はい、すごい可愛い。こんな感じですね。イエロー、ホワイト、はい、南国を思いですね、想像させるお花。ちなみにこの1回咲けばどれぐらい持つものなんですか？は
これは管理の仕方次第で、おすすめするのは山形の肥料を必ず摂取してあげて、はい、山形の肥料というのは窒素リン酸カリで、リン酸が多いやつですね。窒素リン酸カリみたいですね。山形でしょ。本当に上手にいく場合は秋まで先に続いてあげます、うんうん、この咲いてるものがずっとですか。そうです、そうです。咲き続けてるんですよ。もう何年咲き続けてるんですか。これ2年3年だと思う。2、3年咲き続けてるという、ハウスの中だからこそですよね。もちろんそうですよ、ね、もちろん、ね、6月に咲いてるやつを買って、はい、10月まで咲き続けた。咲かせ続けた。つわものがいる。おうおうおう。どうすればいいんですか、それ。どうやったらなるんですかね。そうそうそう、肥料の他に。いや、基本的には言われた通り、うん、山形の肥料。山形の肥料をかけてます。あの説明書通りです。説明書は月1。それは月に1回、また海外の、ね、肥料だったので、外国の。うん、2週間に1回、液肥だ、液肥でした。液肥を2週間に1回。2週間に1回。うん、で、あげてます、うん。で、夏の淡水量も、どんどん増えていくので、あげていました。うん、だけです。だけ。山形の肥料といえば、皆さん。出ますよ。サキマックス。青いやつね。青いやつ。人気のね。人気のやつですね。咲かせようと思って肥料をあげるわけじゃない。じゃないです。咲いてる時に。咲いてるものを持続させてあげるための肥料。肥料。おお。が今のあげ方。ああ、はい、なるほどなるほど。量はどれぐらいですか。はい、土の量によって変わってくるんですけれども、うん、およそ1リットルの土に対して3グラムもあれば。おお、少ない。1リットルの土は、だいたい5号鉢いっぱいが1リットルなんですね。これが5号鉢。はい。4、4、4、4、4、4、これ4号。あ、4号いっぱいが1リットル。4号いっぱいが1リットルです。4号いっぱいが1リットルです。だから、これだと5グラムぐらい。そうです、そうです。うん、はい、春は春、おおよそ新芽が動き始める、5月、ないし6月、うん、6月の最初にあげましょう。うん、2ヶ月後。8月か。8月。うん、真夏ですね。はい、真夏あげていいですよね。でも真夏ってハウスの中であげるわけじゃないですか。遮光ってするんですか。はい、あんましない。してないです、ね。ってことは温度はそれなりにあるってことですね。ありますからね。めっちゃ上がりますよね。はい、46度。46度でも肥料あげれるってすごい植物ですよ、これ。めっちゃ強いですよ。普通はね、なしにしてくださいってね。そう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 。で次は次が、最後の肥料は、うん、翌年に向けて休眠中の体力をつけてあげるっていう目的であげるので、うん、9月ないし10月、うん、冬越しをする1から2ヶ月前、うん、あ、なるほど、冬越し前の体力をつけてもらうための肥料。そうです。はい、この山川さん、肥料だけでもこんだけ話が広がっていくっていうのはすごいことですね。深すぎる、フルメリアというか、その涼さんの知識がやっぱ半端ないんですよ。で山川さん、次のご質問をお願いします。はい、植え替えなんです。植え替え、はい、つまり、涼さん理由はこれ、侵害なのか2年目以降なのかで変わってくるんですよ。はい、まだ信頼だと目が張ってないので、うん、秋まで待たないと思ったんです、うんうん、ただもう1年以上自分の家にいるよ、可愛がってあげてるよっていうものであれば、この葉っぱが動き出す6月最初のお水ですね、休眠打破をさせてあげる時から10月いっぱい、今あったかいので、うん、埼玉で、うん、10月いっぱいであればいつでも植え替えていいと思います。はいはいはい、はい、6月から10月までの間いつでもいいと思います。いつでもいいじゃん。8月にも、なおのこといいんじゃないっていう。それ見て煮えても全く問題ないですもんね。問題ないです。はい、煮えるっていう、まあ本当に煮ちゃダメです。煮たらダメでしょ。葉っぱが煮える熱々だっても、まあまあ大丈夫、結構大丈夫ですね。はい、葉っぱがなんかちょっと黄色くなるぐらいで、お花ないしつぼみがついてるときに植
植え替えをすると、うん、花の根元から、うん、取れやすい。ああ、このね、こういう咲いてる状態の時に植え替えをすると、はい、この花茎の子が取れちゃう。そうですよ、花茎から取れることが、はい、ある。何度もあった。じゃあその時だけやめた方がいいねっていう感じですね。つまりはこの花茎の状態で購入した後は、はい、植え替えないってことですよね。ない。植え替えしてはいけない、はい、これがずっと秋まで咲き続けるということを考えると、はい、今年の植え替えはなし。なし。葉っぱの数が根の数だと思ってもらう。根の本数というか量って思った方がいいぐらいで、一応下からは発根してますよという、うんうん、これが植えてから何ヶ月だったか、3月植えだから3ヶ月、3ヶ月ぐらい刺してからですね。まだこれだけしか回ってないです。これでも回ってる方です。これはまだ少ない方って思っていいですね。少ないです、はい、あでこれから土にきっちり回るまでにもう3ヶ月ぐらいかかりますよっていうので、うん、このタイミングで植え替えようとしちゃうとボロボロボロって全部根が切れてしまうので、うん、ちょっと大きいの持ってきていいですか。え、ぜひ。ああ、向こうの。いいんですか。大丈夫かな。あ、お店でやったら、お店でやったらちょっと品種です。そうですね、買って帰りなさいって。あ、去年の9月、10月に植え替えをしたやつ、はい、刺したのは、はもう4年ぐらい前。ミニホワイト、うん、じゃどのぐらい根が回ってるのか。9ヶ月、うん、もうそこから、ね、ああ、すごいですね。全然違う。これも、もうそこから出てる。あ、もう普通に引っ張って抜けるんですね。ああ、いい根っこ。見えます。見える。見えてますね。見えてますね。ああ、蔵鉢が熱くなりすぎると根が回らないんですね。温度が上がりすぎちゃったりすると回らなかった。なるほど、なるほど。ただ逆に、寒い時期は暖かいので、うん、あ、そこに根が回る。そうです、そうです、そうです。深い。深い、そんな知らなかった。これが植え替え時の、はい、あれですね、サインですね、これぐらい。もう揺すっても、揺すっても土が落ちない。そうです、そうです、そうです。はい、葉っぱのね、枚数で植え替えのサインってどんだけプロなんだっていう話ですよ。そうですよね、お店で見てこうやって数えてるわけですよ、うん、ね、数えてね、あ、まあ、これならいけるかなみたいな。まさに今度じゃあ植え替えるってなった時に、土、そう、だって乾燥が好きなんですよね。あ、耐えられるって感じですかね。日本の気温って寒くなって暑くなってまた寒くなるって、ずっとなだらかな曲線を描いていると思っていて、一定に暖かいとか一定に寒いっていうのはあまりないので、9月入るぐらいがピークなんですかね。だから徐々にこう加工していくっていう中で、その曲線と同じようにお水の量は増えていきます。そろそろ休眠させたいなってなるお水やりだと11月ぐらいからガクンと減らして、それまでは最初はもう湿っていればいいので、うん、1回目はたっぷりあります、うん、休眠だからの時、うん、たっぷりなんですか。下から抜けるほどたっぷりあります。ただ温度はごめんなさい、ここは20度に設定してしまうんですけれども、うん、一般の方だと最低気温が15度以上はあった方が良いかなと思います、うんうん、土の中が、土の中がしっとりし続けてくれてればいい、うん、続ける、乾く、氷土が乾いたらとか、氷土がしっかり乾いたらで与えてるとなんとなくしっとりなものが続くような気がします。根は本当に下の方で回ってるだけなので、うん、あ、でも氷土だけが乾いたなと思ってあげちゃうと実はここが濡れてる。あ、そっか、うん、下しか回ってないから、あのこの真ん中辺が湿りすぎてる。そうです、なんなら持ったらちょっと軽くねっていうぐらいまで待ってあげて、それが湿り気。そうです、あのモイスチャー、湿度がある、うん、あ、湿度があるぐらい、カラカラの手前。面白いね、その根っこの量によってお水やりのタイミングって変わるのってなんとなく理解はしてるじゃないですか。理解はしてる、はい、だけどそれを根を想像しながら、今は下にしか根がないからこの辺はなかなか吸えないから湿ってるでしょって話をしてるわけですよ。そうそうそう、これは
上げすぎるところだろう、もうちょいですね、そうですね、そうです、ないです、上げすぎてしまって、もう根腐れを起こしてしまっているっていう状態が、はい、見えます、もう葉っぱが枯れてしまってっていう、本当だ、黄色くなってますね、はい、ただここだけは生きているので、もしかしたらこれで乾かし目にしてあげれば復活するかもしれないね、うん、っていうところです、はい、でこれからなんですが、これは、まだ葉っぱが展開して合ってます、うん、葉っぱが展開してる前です、前でこの葉っぱの動いた分しか根が動いてないですよ、この長さってことね、そうです、そうです、で厳密に言うと葉っぱが開いた時、うん、開いた時に絶対に根が確認できます、開いた時に根が確認できる、最初はこのぐらい小さい葉っぱなんですけれども、うん、この時はまだ根は見えてないと思う、うん、で棒の状態、カルスから、うん、なんとか水を吸い上げて、うん、あ、根っこが見えるっていうのはその差し穂のところから根っこが見えるってことですね、ごめんなさい、冬越しではなく根っこギリ出てますね、はい、はい、こっちはないです、絶対ないです、あ、一個だけある、ちょっとだけ出始めたって感じ、はいはい、この違いですね、この違いですね、これです、見えるかな、出始めたっていうのと、葉っぱが開いた方はちょっと出てるっていう、全然違う、となると、うん、まだ差し穂の状態なので、うん、このお水しかいらないんです、おここの分の水、はい、1回目はたっぷりあげたけれども、はい、その後はこの分のお水しかいらないので湿ってるぐらいでいいよっていう、うん、ここで乾いたからたっぷりあげすぎちゃうと根腐れになってしまう、うん、これはもうある程度葉っぱが動いていると思うんですが、これでもまだ乾かします。まだ。うん、まだ。ぐっと上っ面が乾いてきて、うん、その乾いた分が濡れる程度しかあげない。なるほど、なるほど。じゃあ鉢底から溢れるぐらいはしないってこと？しないです、しないです。シャワシャワシャワって感じですね。そうです。シャワシャワシャワ。鉢底から溢れるほどっていう、出てくるぐらいっていうのは、うん、もう、葉数がこのぐらいになってようやくかなと、うん、5、6枚1つの枝に5、6枚葉っぱが出てついてくれれば鉢底から出てもよい、ただ乾燥には強い植物なので、ええ、そこで水をあげなくても問題ないんです、自分の木の中にも水分はたっぷり蓄えているので、うん、これはね、挿し木をやっている方たちにとってはめちゃくちゃ、ね、有益情報で、植え替えの話をしてましたよね、はい、土を、鉢とか土、そうそうそう、実際にね、その農場に実際にこう使われてる土なんですか、あ、そうです、そうです、はい、ね、カリブラコアめちゃくちゃ咲かせたいって時にこれちょっと重くしてます、うちで使ってるのもプルメリアね、プルメリアね、でカリブラコアとかそういう時に、3.5 寸のやつを買ってきてちょっと大きめのにここを入れて、うん、わーって咲かせるじゃん、はい、これ一般的な草花の咲かせ方なんです、うんうん、プルメリアってどうなんですかね、この例えばこの5号の鉢買ってきた時、植え替える時は、植え替える時は二回り大きい方が楽なので、二回り大きい鉢を推奨してます、はい、はい、では続いて他に質問とかは、この土、あ、この土だ、土だ、そうだ、土聞いてなかった、何をっていうか、まあ秘密もあると思うので、うん、配合秘密はあまりなくてですね、排水性を求めてピート、まあ、排水性を求めてピートベースの土で、うん、素敵ですね、パワーライトが入っている、うん、あとはね、ここピートが入っている、赤玉入れてます、入れてます、はい、状況によって変えたりしているんですけど、はい、どんな土がいるんだよ結構聞かれる、うん、まあまあいろいろブレンドしてますもんね、してます、うん、なかなかできないですもんね、できないですね、ちょっとずつのブレンドを状況によって変えるのは難しいので、土は
何でもいいと思って極端な話ね。赤100とか、うん、赤100とかじゃなければ、うん、なければそこはあのいろんなところで売ってる園芸用用土、うん、枯れるわけじゃないし、はいはい、だって木じゃない、うん、そう、そもそも、ね、そうなんですよ。強いは強い。海外だと街路樹にね、うん、そうです、そうです、空に生えてるパターンはありますもんね。でこの逆に僕がちょっと聞いてですね、もちろんもちろん咲かせるための繊細さってあったじゃないですか、はい、僕四季フラワーさんのこのプルミレなんですけど、はい、ある瞬間から花つきが良くなったんですよ。はい、これ何なんですかね、この写真法が変わったのか。厳密な開花生理現象っていうのはシルベリアは解明されてないと思ってます、うんうん、なので開花生理現象の、はい、確かにこれをやって、うん、あれをやったら咲くよっていうのがで言うのしかいない。シティフラワー日本だと花芽がつきやすいのが確認できるのは、3月ぐらい、2月3月に、うん、あつぼみがついてるかなっていうのと、あとは秋口、うん、10月から11月ぐらいに一番つきやすいので、うん、まあ、そのあたりだよと。確かに確かに、なんかちょっと寒くなってくると ついてますよね。そうです、そうです。体力ある、健康であるっていうことが結構大事かもなっていうのが現状の回答です、ね、はい、僕は実験の結果、15度を下回った頃に入れるのが安全っていう最低気温、15度切るようになったら入れる、それ以下で、ほっといても0度までは耐えてたんですよ。そうだよ、うん、全然大丈夫じゃん、すげえ強いじゃんって思ってた、はい、でマイナスになるからそろそろ入れようって入れた瞬間に腐った。大きい変化を嫌うんですね、ブルメリアはね。じゃあ普通で入れたらいいでしょうってなると、そうすると最低気温が15度、15度でもいいですし、どんな遅くとも10度、うん、そうですね、1桁にならないんです、うん、家に入れてから葉っぱついたまましばらく窓際で管理して、で葉っぱ元気なくなってきたら休眠かなって思って水を切るっていうのを僕はずっとやってたんですよ。昔はそうだと結局葉っぱがねこうダメになってくるのが1月とか2月なんですよ、部屋の中なんで、いつまでたっても休眠しないなっていつも眺めてましたね。その荒技としてちゃんとした休眠の方法っていうのはお水を少しずつ減らして、ね、15度、10度から15度、徐々に切っていくね、家に入れた時に徐々に減らしていく、うん、葉っぱがほんと枯れるぐらいまで水を切らせて、そんなに、うん、はい、ちょっとこれ枯れてきたからちょっと上げる、うん、葉っぱがまた戻るよっていうぐらい上げるっていうのを1ヶ月半繰り返していくと、葉っぱがどんどん黄色くなって落ちてくる、はい、はい、はい、ですね、たっぷりあげても、少しずつあげても、はい、新しい芽が出てきてくれれば、OK、はい、OK ですね。でも、こんなやり方もあるよ、あんなやり方もあるよっていう、はい、環境に合わせて探ってみてねっていうのは、はい、まあ、ありますよね、正解ってないんで、はい、はい、山田さん、どうでした、この、結構、山中さんさんが実際草花とかを一生懸命育てられてるので、ええ、今日の話、深いところまで意外と分かったんじゃないかなと、ね、なるほどなるほどって、この理論的にね、はい、オタク気質なんで、ね、そこが楽しいんですよね。こうだからこうなんだよ、それはなぜかというとね、その奥まで聞けるのがこのね、生産者さんと話を醍醐味ですよね、うん、そういうことかって、うんうん、でこの日の打ち所がないというデザインを買おうと思います、はい、お買い上げありがとうございます。いいですね。他にもいろんな、ね、いい品種はあるんですけれども、そう、そう、そう、うん、
まあ、でも見に来るとあれもこれも欲しくなっちゃうというのが正直なところで、皆さん大体平均で仕事に変わってましたね。びっくり、すごいですね。もう本当に皆さん今日はありがとうございました。ということでですね、今日は詳しい方が初心者目線でプロの方に聞くというコーナーで、僕はですね真ん中で、真ん中にいますけども何もしない係でしたということで、またお会いしましょう。さよなら。山川さんのチャンネルを概要欄に貼っておきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。シティフラワーさんのリンクも下の方に貼っておくので見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。